皆さんこんにちは。カメラ転売コンサルタントのロキです。私はカメラ転売を副業から始めて3ヶ月後に独立をし、4ヶ月目で月収50万円以上稼ぎ、 Amazon で本を出版しました。今回はですね、ヤフオクで仕入れをしたので、そのご報告をしたいと思います。今回仕入れたものはですね、今動画に映っているものすべて一式なんですけれども、まずニコンの D3000 とニコンの 55-200mm VR 付きですね。あとは 18-55 の VR 付き。仕入れ価格はですね、すべて合わせて2万円で仕入れることができました。まあ、売り方はですね、様々なんですけれども、例えばですね、すべて定額出品で出品する場合ですね、私であれば 18-55mm をだいたい8000円ぐらいで置いておくと。そして 55-200mm を9800円、1万円ぐらいで置いておくと。そして D3000 の方を1万9000円ぐらいで置いておく予定です。まあ、すべてですね、状態の方が極上備品級だったので、非常にいい仕入れができたんじゃないかなと思います。まあ、すべて定額で売り切った場合はですね、おそらく利益が1万円近く出るんじゃないかなというふうに予想しております。まあ、1円出品で出す場合もですね、いろいろ売り方があるので、そちらの方もちょっと検討しています。そっちの方がですね、利益が伸びる可能性もありますので、ちょっと今考えているところですね。また結果をですね、こうして動画でお伝えするかもしれませんので、そちらの方もちょっと楽しみにしておいてください。私は普段高額商品の方をご紹介することが多いんですけれども、こういった比較的単価の低いものも扱ったりしています。要するに利益が取れればですね、単価は基本的に問わないというのが正解なんですね。利益が取れる商品がたまたま高額だったとか、たまたま安く仕入れられたということで、基本的には単価が低いものであっても高いものであっても全てにアンテナを張っておく必要があると思います。カメラ転売を始めた頃はですね、そのアンテナがやはり強制的にですね、資金力がないので低単価のものだけに絞られますが、資金力がついてくればですね、徐々に単価、扱うものをですね、変えていくことで簡単に利益を取っていくことができるようになりますので、そういったことも参考にしていただきたいのと、こうした低単価のものであっても利益をかなり取ることができるということを理解していただければと思います。それではこの辺で動画は終わりになりますが、私の方でメルマガを始めさせていただきました。こちらのメルマガはですね、すべて受けていただくと、私の方からカメラ転売では一番重要と言われている仕入れの裏技に関するご紹介をさせていただいております。下記リンクからメルマガのご登録ができますので、そちらの方もぜひよろしくお願いいたします。それでは最後までお聞きいただきありがとうございました。